地下号の上に立つ三和団地浅川地下号は、東京都八王子市西南部の初沢町、高尾町にある地下号である。太平洋戦争後期中島飛行機武蔵製作所の疎開工場として使用された。行動や地下号は、京王高尾線脇の1区、三和団地下の6地区、八王子市立浅川中学校南側の8区の3地区に分かれて存在している。 総延長は1 0トル以上とされる。現在は1区のみ月1回公開している。中島飛行機武蔵製作所では一式戦闘機、零式艦上戦闘機向けのエンジンを製造していた。1944年頃、政府は戦況悪化により地方へ疎開を計画する。当時までに中島飛行機は地方へ工場を増設していたが、同時に、 地下号に工場を疎開させる案も出ていたものの、具体的には進んでいなかった。しかし、同年11月に入ると、武蔵製作所は、米軍の空襲にさらされることとなる。被害は警備であったが、心理的な影響の方が大きく即疎開が決定し、1945年からより、一層の地方への疎開を開始した。地下工場建設も進められ、 東京都南多摩郡浅川町、福島県福島市忍山、栃木県宇都宮市の大谷石採掘場跡で行われた。浅川は1944年から陸軍の地下倉庫としてトンネル工事で知られた佐藤工業が受け負った。同年9月、阿工寺浅川倉庫建設工事名義で工事が開始され、一区、路地区の工事が開始された。掘削は主に ダイナマイトを使用する、葉っぱ工法が使用されたという。朝鮮人労働者500人のほか、東京鉄道教習所、クルミア文教所の生徒が延べ139人、動員されている。1945年2月に工事が完了。陸軍大臣などが、竣工式に参加したという。完成前の1945年1月12日地下壕増設が決定。 工事は引き続き佐藤工業と新たに大倉土木が受け負った。その他海軍工作学校の練習生が参加した。工事は終戦まで続いた。工事には第一期と同様朝鮮人労働者が用いられたが数にはばらつきがあり、朝鮮新報では2000から6000人としているのに、対し秘密地下工場中島飛行機浅川工場では、 最大7000人が動員されたという説があるとしているが、屈作に当たったのは、佐藤工業500人、大倉土木100人、青木組500人の合計2100人としている。1945年6月現在、南多摩軍には2800人の朝鮮人がいたとされ、妥当な数と著者の斎藤は判断している。また、陸海軍から人員が動員されていたため、 前述のような数千人も動員されていないと記述している。同年6月に武蔵製作所から機械の搬入が始まり、約300台の機械が持ち込まれ、4000人体制で7月から工場は稼働した。しかし、湿気による機械の腐食と重度台という地下号内の気温により体調を崩す行員が多く、生産性は低かった。8月2日には、 アメリカ軍により八王子空襲が実施されるが、地下号の存在は判明しておらず、被害はなかった。浅川地下号入り口の一つ廃戦後の8月17日に創業停止。10月24日に米国戦略爆撃調査団が地下号を調査。機械も持ち出されしばらくした後完全に閉鎖された。1974年大震工業が一区を買い取り。 元陸軍参謀本部跡として公開。半年後には原因不明であるが公開中止となる。その他、マッシュルーム栽培やワイン貯蔵庫に使われたという。1980年代には八王子市大町に所在する八王子実践高等学校が路地区の一部に移転する計画が出るも市民団体の反対運動により中止となる。その後、 路地区において1980年代末から三話団地の開発が進むが工事中に陥没等が発生し存在が知られるようになる。1997年開放し発行や地下号案内を行う浅川地下号の保存を進める会が発足する。1999年には一区でダイナマイトなど3トンの火薬が発見される。翌年陸上自衛隊によって運び出されるが 戦争遺跡の中では最も多い量だったという。設置開始時期は不明であるが、東京大学地震研究所の地震計も設置されている。長年私有地であったが、2014年3月、路地区の大部分が八王子市の私有地となった。ありがとうございます。